去年12月宇都宮市の路上でワゴン車がバイクに衝突した事故でひき逃げなどの疑いで車を運転していた警察官が今月1日付で書類送検されたことが捜査関係者の話で分かりました自動車運転処罰法違反の過失傷害と道路交通法違反のひき逃げの疑いで書類送検されたのは宇都宮南警察署の男性巡査です 捜査関係者によりますと書類送検は去年12月22日の夜宇都宮市内の路上でバックさせたワゴン車が後ろのバイクとぶつかり男性を転倒させ怪我を負わせたのに救護せずに逃走した容疑です事故当時、ワゴン車には同じ警察署の警察官2人も乗っていたとということです。男性巡査は勤務時間外だったということです。 書類送検は今月1日付です。県警観察課は、職員が不適切な事案を起こした事実は重く受け止めている。今後とも指導を徹底し、再発防止に努めるとコメントしました。県警では、今年1月、すでに退職している当時の女性巡査が別のひき逃げ事件を起こしたとして、道路交通法違反などの罪で起訴され、現在公判中です。